今までで一番でかいチャンスなんで、まあ逃さないようにしたいと思いますね。どんな戦い方でいくかっていうのはありますか？ね、今日に限ってはね、全然わからないんですよ。だから逆に山本さんとずっと練習しているから、なんかね、こう逆にわからない部分があるんですよね。こう一段階超えた部分っていうのがあるんですけど、もうそこの域に達しているので、だからもうとりあえず気持ちを真っ白にしてね、でそれでリングの上で、まあ、考え交錯させながら試合するっていう感じにしていきたいですけど、もう勝ちに行きますので。自信の方はあります。まあ、あいつもね、まあ、力つけてますからね。まあ、勢いがどうか、本物がどうかね、まあ、今日分かるわけだけど、まあ、そう簡単にはね、自分の位置までね、こう来させないっていうか、うん、そう甘くはないっていうのはね、ちょっと見せなきゃいけないんで、まあ、ちょっとやそっとじゃね、ちょっと負けられないんでね、うん、それの違いはちょっと今日は実感するじゃないですか、うん、まあ、いつもメインイベントっていうね、そういう特別なところで今日は試合できるんでね、あいつもチャンスなんでね、うん、あいつの力全部出し切って、うん、向かってきたらいいんじゃないですか、うん、第7試合を行います。赤コーナーより高坂剛選手の入場です。その結果としてランキングを10位、このランキングを獲得しました。高坂、勢いが止まりません。今乗ってますね。そうですね、まあ、リング中に格がないと発言しましたからね、まあ、もう先輩は先輩とも思わない激しいファイトをしたいですね。山本を食えば一気に高坂がトップ、下克上の嵐を巻き起こすか、高坂剛。
大阪での最後の試合です。第7試合ランキング戦、ジャパン勢同士の一戦。いい表情です、高坂剛、そして山本義久。小坂選手はですね、もう入場時からですね、ずっと山本選手に睨みつけてますよね、はい、お互いに手の内は知り尽くしています。さあどういった立ち上がり方、くるくる早いですね、小坂抱え方、これは落とします、さあフロントから首を攻める、フロントから山本が行きます。ラッキング石井の意地を見せます。フロントから首を攻めていく、両者も早期決着を望んでいます。うれしい、さあのポジショニングが勝敗を分けると山本選手言ってますからね、あいつは5分過ぎると汗でスルスル滑ってくるんですよと言っていました。早く決めちゃいたいですねという山本義久。一方高坂、お互い分かり合っているので、その分からない手探りではなくて分かりすぎて手探りというのがあるでしょうねとこう言っています。非常に高いレベルでの探り合いです。リングに上がってみないとわからないという高坂剛。一方の山本、あいつにわからないところがあると。山本さんちょっと変わった構えをしてました、今ね、はい、いいタックルですよ。この辺のタックル、技の入りまでのプロセス、過程が大事なんです。その過程で僕はあいつの知らないことを知っていると山本が言っています。そこを教えてやる。それから何が違うんだということまで今キャリアですと、はい、答えてますね。そうでしたね、そのキャリア。動きが速い、両者非常に速い。まあ山本選手ですね、メインまで、ですね、時間がありますでしょ、試合始まったか大事ですが、それですね、ウォーミングアップをですね、どこから始めるかというのが非常に重要だと、早く始めると疲れてしまうと、遅く始めてもダメだと、いうことで、小坂選手はその経験がないということでですね、やはり不利じゃないかということを言ったんですよ ね。この構えですよ、カナコさん、初めてですよね。あ、これ柔道の技だ、高坂いい投げですよ。さあ腕を取れるか、先輩後輩、山本が先輩に当たりますが、年齢的に言いますと高坂が26歳、山本が25歳、山本のが若いということになります。同じ1970年生まれ、3月6日高坂、7月4日山本。さあここからもポジションの違いですね、さあどちらが先にうめき声を上げますか。十字も入っています、もっと逆にアキレス、アキレスを取りに来ました。移動して山本、目苦しいですね、ポイント外します。この辺は見事です。おっとお互いに高坂も早い、一発目した。大阪のお客さん分かってますね。そうですね、目苦しいですね、それとも一瞬でとも止まってませんね。これがやっぱりリングスのランキング戦ですよね。1位と10位の対戦ですが、高坂が勝てば一気にトップに躍り出ることになります。まだ余裕ありますね、高坂選手は。逆肩指のようなアキレス腱固めだったんですが、普通のポジションに移行しています。ロストポイント2つになりました。高坂剛、1週間ほど前まで2人はスパーリングを行っていたそうです、はい、それはまあいろんな事情があります。スパーリングの相手がいないということ、それからもうお互いに今更手の内を隠すというのもね、はい、そんな間でもありませんし、とにかく練習はしなければいけません。お互いを知り尽くしてるって言ってましたからね。そうなんですよね、お互いにもう今更隠すものもないということですよね。そうですね、ただ山本選手は高坂選手が知らないものでも自分は知ってると言ってましたね、はい、それは何を意味するのかっていうのは試合見ないと分からないと、はい、言ってましたけども。そして高坂の方も試合中に 2,3 やってみたい、考えていることがあると言っていました。アキレス腱固め、共に秘策ありというわけですね。そうですね、はい、高坂は一つ暗幕の中に穴がポツポツといくつか見えているような状態です。その小さな穴を自分の穴指をこじ入れて大きく広げてみたいんですと、はい、そこに勝利があるはずだということでしょう、はい、もうその辺になりますと本人の感覚の問題ですか、分かりませんよね、入っていくことできません、はい、だけど何かを掴んでいるんでしょう。非常に現在の前田道場、いい雰囲気、熱気が満ちているという話です。前田選手がいない今こそ、俺がという目立ちたい。山本選手があの下になってますけど、決して小坂選手が攻めてるわけじゃないんですね。そうですね、下からも
山本もそうかもしれない。エスケープです。腕決まりましたね。今のは肘決まりましたか。あったかもしれない。エスケープしましたけども、大丈夫、大丈夫そうですね。今のは3つ目のロストポイントです。高坂にも声援が飛んでいます。高坂の出身は滋賀県です。かなりあの関係者がね、来てるということです。お母様ですね。今日はお母様が来ると何か勝率が悪いそうで、私は行かないと言ったそうですけども、はい、どこか陰で見てるかもしれませんと、そういう母親ですと言っていました。はい、いつもですね声援が飛ぶんですけれども。そうですね。いや、しかし膝に10時足首を持っています。これは膝が伸びている、膝が伸びている。ロープに遠いのは攻められている高坂です。こらえる、これはきつそうです。エスケープです。かなり我慢しましたね。痛みが伝わってくるような膝への攻撃。膝の靭帯伝わってそうです。2人の体重差申し遅れましたが、高坂が今日は100キロちょうど、山本が90。今いいラインが入りましたよ。ですね、はい、目の前真っ暗になったそうです。今のもヒューズが飛んだかもしれませんね。そうしませんね。さあこれで6つ分のロストポイント。おっと、あ、これナイマンやるとやすく座ったんですね。これナイマンを倒したわ。大丈夫でした。山本、山本呼んでいます。足を取り合い満陣になります。それぞれの足6分30秒。ロストポイント7つ。山本選手があの先手先手いってますね。やはり、はい、山本にエスケープポイントなし、ロストポイントなし。山本のこの構え忍者のような構えですけれども、三角締め、三角締めでこれを腕を伸ばしたいところです。さあ逆転一発の三角締めになりますか。伸びるか伸びるか。山本にバックアウトラスト怖いものがあります。マウントポジションか。マウントも簡単には許さないはずです。高坂、ここからが山本選手 の、あのポジショニングですね。はい、リクトに敗れましたから、この純白のコスチュームもずっと続けています。演技を担いでるようですね。そうですね。なんとしてももう一度グレーシーを、はい、という思いが山本のまでは、ということですね。この純白のコスチュームも続けるということです。はい、ちょっと仕掛け早いですね今のは。お客さん分かってらっしゃいます。高坂逃げろということがある。ねじり加えています。キラキラオールだ。いいオールだ。ディフェンスのポジションが山本逃げるポジションです。まだ完全には入ってしまう。アキラさんを攻める。そしていいオールド。山本選手の表情見るだけ大丈夫そうですね。そうですね。ちょうど大坂の目の前、表情は山本落ち着いています。幾多の試合を乗り越えてまいりました。いわゆる俗に言う百戦錬磨、修羅場をくぐってきています。山本良久、これ高坂選手もですね、あの両足を使って山本選手に乗らせるようにしてるんですよ、上に。はい、ですね、うまいですよ。非常にレベルの高い読み合い、それから先日の掛け合いが続いています。これはブレイクです。ロストポイントではありません。島田裕二さんがブレイクを命じました。拍手が季節して湧き上がっています。第7試合ランキング戦、これしかしですね、高坂がトップになりということは大下克上ですよね。そうですね、はい。まあ一回リングに上がったら先輩も後輩もないわけですが、それから年齢もキャリアも関係ないわけですが、今山本選手のタックル、あの距離誤りましたね、はい。
それを利用しまして山本の背中でくるくると回転を見せました。コースが両者がロストポイントを重ねていきます。まもなく手元の時計では10分になろうとしています。遅い。あ、今呼んでいました、呼んでいました。これで高まっていた、タックルを持っていたぞ。高坂相手が殴りかかっていきました。この焦点、焦点の合戦になります。山本選手落ち着いてますよ。焦点合戦の つきませんでしたからね。そうですね、これを伸ばしていきたい。いやー、これで8つ目です。あともう一つしか。10個目のロストポイントがつまり負けを意味します。ですからもうダウンはできません。エスケープは一つだけできます。高坂剛、ここまで前線していきます。まだ動くこともできます。山本選手はあのストレート初めて見せましたね。あの上段に構えた腕からそのまますぐ打ち落とすという、はい、初めて見せました。なるほど。強制ラッパーを見せます。これはディフェンス頑張りました。わーっとこれは抜けました、ね、読んでますね。これね、滑ったんでしょうか、読んだのか。ただあの小坂選手はあの足でディフェンスしますからね、この両足の使い方ですね。3回目です。先ほどこれでいいポジションまで行きましたが逃げられました。今回も逃げられています。ひらじめた、エスケープはもう1回だけできます。もう1回できます。いや、小坂選手もヒールホールドやってますよ。まずアキレスを取りに来ました。これ両方とも、両方とも体勢は崩れています。まだまだこの両者タフです。相当の練習量と聞きます。横四方、これでポジションが悪い。腕式逆十字に移行しようとした高坂ですがブレイクです。さあ改めてファイト、ロストポイント後がなくなってまいりました。高坂剛、一本強い、頭打ったか。さあここからどう思ってくるんですよ。両者とも柔道をベースにしています。ここからうまく抑え込んでいって、風と取りやすいポジショニングを取るんですね。後ろ回り込んでいきます。これは山本いい体勢です。山本いい体勢だ。まだですね。疲れするから滑りなどもあるようです。なかなかうまくポジション取ることができません。ポイントは動きません。ロストポイントは動いていません。タックル、痛い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 。そしてアキレス腱がヒールホールド、ヒールホールドですね。ヒールホールド、このままだ。いい感じだ、決まった決まった。山本剛、13分4秒ヒールホールドで山本吉久選手の勝ちでございます。ナンバーワンの面目躍如です。向かってきました高坂剛を一戦。最後のタックル勝敗を受けましたね。最後のタックルです。あの高坂選手を掲げてこの時点で勝敗決まりましたね。タイミングで入りました。そしてヒールホールド、13分04秒ヒールホールド。ランキングの移動はありません。山本は1位をまたまたキープしました。そして10位の高坂剛、こちらも移動はありません。 いい試合でした。あの山本選手がですね、あのこのグラウンドの静かな攻防で曲を沸かしてみせると言ったんですけども、はい、まさにストロートルで試合になりましたね。非常に締まった無駄のない試合でしたね。高坂もですね、一つのミスが負けにつながると言っていましたが、はい、ミスらしいミスはほとんどありませんでしたね。そうでしたね、はい。また強いて言えば最後タックルですね、あれを簡単に取らせたのがあの敗因でしたね。なるほどね。この表情、よし次こそはというこれおそらく表情でしょう。しかし立派にこの取りを務めるいい試合を向かっていこうと見せてくれましたね。リングスに格はないですね。これをもしかしてメイビストローのセカンドを終了いたします。ありがとうございました。古田リングアナウンサーがいつものようにこのリングスの
戦いの終了を告げました。メイルストロームセカンド、大阪府立体育会館におきまして7試合の熱戦が展開されました。簡単に振り返ってまいりたいと思います。熊久保さん、はい、どの辺がまずパッと思いますか？やはりメインイベントですね。よかったですね、山本対高坂、これはいい試合でしたね。はい、はい、我々は考えていた以上のこのリングスの現在の姿を披露してくれたようなそんな気がするんですが、はい、そうですね、やはりこの日本人選手のですね、この成長ぶりですね、この特にテクニカルな成長ぶり、はい、これが非常に目立つ試合だと思いますね。もう2人とも動きが一瞬の止まることなくですね、常に相手の隙を狙ってですね、その関節を取りに行くというこの動きですね、はい、これはリングスサイドとしましては嬉しい悲鳴といいますか、これからの山本それから高坂のマッチメイク、はい、いやこれは黄金カードになるんじゃないですかね、そしてその他にどうやった組み合わせを考えていくかと、これ組み合わせによりましては素晴らしい試合がいくつも生まれてきますね。すね、山本選手と高坂選手、やっぱりこれにですね、長井選手が加わってですね、この3人による戦いですね、これを見てみたいですね。楽しみですね、はい、そして今日はですね、秀逸と言いますとモーリス・スミスのあの一戦、はい、素晴らしかったですね。素晴らしい最後のカウンターですね、右の一発、はい、あれはやはりキックボクシングのですね、世界ヘビー級チャンピオンの実力、はい、この体重差があってもですね、一発のカウンターで仕留めるというですね、このテクニック、これ素晴らしかったですね、はい、中心人物の前田明選手がいない今こそ何か新しいリングスがこれからどんどん今シーズン展開されそうですね。そうですね、やはりモーリス・スミスはその核となる可能性ありますね、はい、これからも目をお皿のようにして見つめていきたいと思います、はい、モーリス・スミス対ですね、やっぱ長井選手の試合、はい、これを見てみたいですね、今日の試合見るとそれは楽しみですね、はい、はい、分かりました、大阪府立体育会館よりお伝えしてまいりましたが、解説は熊雲秀幸さんでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。それではまた次回お目にかかりたいと思います。ごきげんよう、さよなら。次回のリングスは5月25日ロシアエカテリンブルクにおいて開催いたします。ご期待ください。自分がいろいろ考えてた山本さんとちょっと違ったのでね、それでちょっとリズムが狂ったし、でまあそれでもいつも通りの動きはできたんですけど、それを山本さんが上回ったっていう試合でしたね。山本選手のが違ったというのはどんな印象？練習をずっとやってたわけじゃないですか。だから、まあ、山本さんこうだっていうのが、まあそういうのは、まあ試合前はなるべく試合と練習なんて全然違うんで、だから考えないようにしようっていうのはあったんですけど、いざ体を動かすと体が覚えてますからね。だから山本さんをこう動くっていうのがもう頭の中にあって、でその通りに体が動いたらちょっと違うぞっていう感じだったですけど、無駄がないですよね、はい、無駄がないし、チャンス逃さないですよね、ワンチャンス。自分もそんなバカじゃないんで、だからもう今日試合したから山本さんが試合でこう動くっていうのはある程度分かったので、次はもう勝ちますよ。まあ最初後輩というのね、まだまだ熱い壁内に帰ってきたんですけどね、今勢いあるからね。でまあ本当試合の時に俺と試合やった時、その勢いどうなるかって思ったんだけど、本物だったね。まあ結構お互いね、スパーリングやって手の内してたんでね、うん、まあだましだましやったんだけどまあ最初会った時まだ向こうにもねパワーとかスタミナとかあったんでね、まあ後半あいつ足がちょっとおろそかな癖があるんでね、最後もうゆっくり足を取りに行ったんですよ。そのまま取りに行って相手を蹴るの待ってたんですよ。で形取ってるからバランスが悪いですから、右足を取って左足を取ってるわけですから、で僕が左足取ると片足になるでしょ。で膝を内側にひねるとバランスがこけちゃうんです。だからすぐ決めないで相手を起き上がって待ってて、でバランス崩れたらヒールで持ってくる。
構構えた時に四角があるでしょ、ここを背いで相手が来た時に掴んで中に組んで入ろうかなと思ったんですよね。今でこうやったらこの距離ってタックルの距離は分かるんだけど、小手結構回ったりしたんでね、やっぱりこっちでガードしてで小手でこっちに来ないからこう構えてるから、当たった時に掴むかそのここに密着するかなんですかね。まあまた構えも一つにしてもいろいろちょっと研究してんで、ね、どうやったら一番余分なも省いていかに密着できるかっていうか、またグレイシーとちょっと違う構えなんですけどね、また独自で考えたところ。どう？これ手のひら痛いよ。いいの入ったろ？かなり入ってます。フックが。思いっきり。うん。よくあいつ触ってきたね。あれもう結構あれで決まったかなと思った。いいコンディションで、やっぱり俺やっぱり前田さんに食らいついたよね。高坂もやっぱり何が何でもって感じで食らいついてきたんでね、すごく面白かったね、やってて、うん、なんかすごい余裕持って最初やってたんだけど、これはちょっと本当余裕持って構えたら本当ちょっとやばいんじゃないかってだんだん後半ね思ってきてね、なんかすごいやってて久しぶり楽しかったね。楽しいって言ったらおかしいかもしれないけど、なんか燃えるもんっていうかね、あったね、面白かった。ああ、こうじゃないとね、